私たちは鶴田部です。オープニングから前回とほぼほぼ同じ絵面で始まりましたけど、まあ、これもやってます。前回のあれ見てもらいました？ GoPro のせいじゃないですね。自分の設定ミスで、ワープモードになっててね。彼を泳がせて釣れたの時とか、カジカ釣れた時、僕にまとめ取れてなかったですよ。悔しくて今日ベンジに来ました。はい、2時間3時間ぐらい、やっていこうと思います。今日も釣れるかな。はい、ではやっていきましょう。はい、ではまず取っかかりはいつものようにスパンコールで彼を狂わせましょう。これ前回ね、後々説明しますけど、竿も折れたんですよね。最後の最後で竿折れました。またそんな様子も後々動画であげますけどね。一発目は人手です。道北ダイソーテスターの鶴田部です。なんちゃって。なんでやねん。はい、今日はですね、このちょっとチャレンジ、これ天秤ですね。これ100均で売ってる天秤に、このやはりダイソーの投げ釣りセットをつけて、これでちょっとライトタックルでやってみようかと思いますね。今1本ぶっ込みで入れてるんですけど、これに、手持ちでちょっとこの天秤を使ってやってみたいと思います。ですね、これ下の針は3本針、下の針フリーなので、この上にくっつけるだけですね。この天秤のここにくっつけるだけ。11号でハリス2号、ミキート4号の結構一番でかいやつ取ってきました。これにですね、新鮮な餌をつけてあげましょう。磯目、釣り具屋さん、釣り人という釣り具屋さんで買ってきた新鮮磯目、今日は捕獲じゃないです。これもちょっと使ってやってみたいと思います。これ3本針なので結構餌の消費が早いかもしれないです。はい、ではですね、これちょっと試しにやってみましょう。天秤に、はい、これダイソーの投げ釣りキスとか彼をするようですね。このタイプはあんまり使ったことないんですけど、胴好きではない、投げ釣り。ミキートは結構長いですね。ちょっとどんな感じなのか、まあ、これちょっと投げ込んで手持ちで手竿でやってみましょう。 10g です。あ、 15号の天秤ですね。で、同じようにこれ底までつけて、今そこつきましたね。これ手の場合はこれずっと手でこう引っ張ってきてね。おおおお、来た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 。あ、結構いい引き。あれ、結構いい引き。マジか、一発です、一発。え、これ手持ちの方が全然いいじゃん。何釣れた？あ、ハゼ。しかも 2発見ました、今。入れパクですね、落ちパク。はい、これ一瞬でしたね、一瞬。うん、これの方がね、これの方が今当たりが直に感じられるから面白い。しかもこのロッドがシーバスロッド、結構細い目なので結構感触が伝わってきて面白いですね。こんな感じで、ね、入れてからボトム取ったら、そこ取ったら、あとはこう引いてくるんですね。天秤なので身がかりしづらいと思うんですよ。すごい手にめちゃめちゃ反応が来る、面白い。今日これ基本的に多分カレーとかも来ると思うのでね。あ、多分ハゼ1匹かかってるな、これ。あ、かかってるかかってる、多分手にブルブル来てるんですよ、感覚が。ちょっとあげちゃおうか、根がかりするかもしれないから。ほら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 、ついてるついてる。
面白いですよこれ。100円、200円、200円でみんなやってみてください。これ天秤1個買って、で2セットの針でリールドサーバルが、あとは内込んでちょっとねこれ引いてくるだけ。やばいなんか、お結構でかいのかかったんじゃないこれ。大事なとこでビデオ切れたけど、これ100均のやつで黒頭釣れましたよ。この間と同じぐらいやった。よくできました。なんかかかってるけど、なんだ、あ、ハゼだ。よっしゃ、オッケー。はい、デカめのハゼゲットです。はい、よし、ハゼです。でかくはないけど、一家2匹でした。あ、でかい、でかめのハゼだ。1匹でしたけど、でかい。はい、でかめのハゼ釣れました。でかハゼや、おっ、でっけー。夜釣れるのめっちゃでっけー。うわー、でっか。いやー、すごいね。あの、初めての時ハゼ祭りでなんかでけーとか言ってたのも恥ずかしいね。こんなの普通、ルモイだったら普通サイズじゃん。はい、ですね、夜釣りちょっとなんとか頑張ってみようと思ったんですけど、風が強くてもうラインの張りが取れないのでですね、もうちょっと今日これで終わろうと思います。でも今日の釣果ですね、これハゼが大きめの10匹ぐらい大きいのが釣れました。そしてこの黒ガレイ、ね、これも黒頭も釣れました。ちょっと今日は本当はね、前回あのカジカ取り損ねたので、そのリベンジできたんですけど、今日はちょっとカジカには会えなかったですね。残念でした。けどこの黒頭そしてハゼ釣れましたので、また帰って美味しく食べたいと思います。いや、もう風強くってダメですね。はい、ではまたちょっと日を改めてリベンジに行きたいと思います。カジカね、もう一回狙ってみたいですね。はい、では皆さんまた会いましょう。風邪ひかないようにね、気をつけて。ではまた会いましょう。バイバーイ。寒い。